こんにちは、YMKです。今回はワーケーションの様子をお届けします。今回お招きいただいたお宿は、僕のチャンネルを見てくださっている方が運営されていて、お宿と併設のワークスペースの内装は僕も少しアイデアを出させていただきました。最大12名まで宿泊可能な一軒家の大きなお宿です。東京からもアクセスがしやすいので、会社の合宿や研修でもぜひご利用ください。今回の目的地は東京駅から東北新幹線に乗って約1時間ほどの場所にある那須塩原駅です。東京駅からも非常にアクセスのしやすい場所にあります。那須塩原駅に到着しました。那須塩原駅から宿まではタクシーかバスが便利です。バスの場合は宿の最寄りのバス停は下崎玉というところになります。もしも滞在中に観光スポットへ行く場合はレンタカーの利用をお勧めします。お宿に到着しました。レンガ造りで非常におしゃれな建物です。右横には併設のワークスペースがあります。13.6 畳の非常に広いリビングです。一人で滞在したのですが、広すぎて寂しいので絶対に複数人で来た方がいいと思います。フライパンや鍋とか調理器具も揃っているので料理もできます。ベッドルームの天井はこのように採光式になっていて、朝になると光が差し込んですごく気持ちがいいです。お風呂も非常に広くて、身長が180センチほどある僕が足を伸ばせるほどでした。でも一番の特徴は宿から徒歩5秒の位置にあるワークスペースです。ワークスペース内の椅子やデスクなど仕事道具は僕もアイデアを出させていただきました。最高の仕事場所が完成しました。それでは僕も少しアイデアを出させていただいたワークスペースをご紹介します。個人的にデスク環境で一番投資すべきなのは椅子だと思ってます。そこで導入したのが高級オフィスチェアのエルゴヒューマンプロ。ずっと座っていても体が痛くなりません。さらに僕も愛用している1000以上の世界の絶景を映せるアトムフウィンドウを贅沢にも3台、パノラマで絶景を楽しめます。ご自身の PC さえ持ってこればすぐに仕事を始められます。ワークスペース内にはプリンターもあります。資料の印刷などを必要になっても近くのコンビニに行かなくても大丈夫です。
ちなみに僕はメインの PC である MacBook Pro と手書き用で iPad を持ってきました。お気に入りのマウスやキーボードを自宅から持ってきたら、自宅と本当に変わらないような環境で仕事ができます。ディスプレイは27インチの 4K のものです。高解像度のディスプレイなので仕事がすごくはかどります。デスクは人気のインテリアブランド金出物の電動昇降式デスクです。座り作業、立ち作業どちらでも可能です。壁にかかっている照明は暖色のほか、一般的な蛍光灯のような白色の光にも変更ができます。天井にはアンカーのプロジェクターネブラーコスモスがあります。 Android テレビ搭載なので YouTube や Netflix など動画を楽しめます。また PC に接続すればプレゼンなどにも利用ができます。個人的に仕事中のおすすめがスピーカーモードです。天井にあるので空から音が降ってくるような感じで、仕事中の BGM として本当に最適でした。昨日は仕事を頑張ったので、今日はリフレッシュで那須を観光します。車で30分圏内に観光スポットが集まってます。ちなみにレンタカーは新幹線降りる駅、那須塩原駅に複数レンタカーを借りれるところがあります。初めてアルパカに餌をあげましたが、意外と人懐っこくて可愛かったですね。
今回はマイナスイオンを感じたくて滝に来ましたが、滝の他にも山や川など自然が豊富です。仕事のリフレッシュにはすごくぴったりだと思いました。宿のすぐ近くにはアウトレットがあります。買い物を楽しめるのはもちろん、おしゃれな雰囲気で散歩しているだけでもすごく楽しいです。那須は東京から来やすいことに加えて、仕事と観光や遊びのバランスを取りやすい場所でした。ワーケーションするにはぴったりの場所です。お宿の詳細を確認できるリンクは概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。